本当に応援いただいてありがとうございます。サッカーっていうのは体と体がぶつかり合うスポーツです。時にはぶつかり合うので怪我をする、そんなある意味勇気が必要なスポーツになります。そんな戦う選手たちにいつもいつも勇気を与えてくれるのは宮城です。これまで応援でやられた皆様にも感謝し、今ここで応援でやられている皆様にも感謝しております。そしてこれからこの文化で生活する、そんな人たちにも夢や希望が与えられるようになればなるように、これからも私たちは勇気を持って皆さんからたくさんのたくさんのエネルギーをもらって戦ってまいりたいと思います。今シーズンもまだ1試合大事な試合が残っております。次の試合もぜひ応援いただければと思っておりますし、来シーズンその次に向けてもお祝いいただければと思いますので、引き続き熱い応援をいただければと思います。頑張って応援していただいている全ての方に感謝を申し上げるとともに、これからもよろしくお願いします。それでは続きまして大槻選手監督、よろしくお願いします。より多くの支えされた方がいる、そして初めて
下選手として仕事をすることができています。2019-20シーズン決して素晴らしいシーズンではありませんでした。それでもこうして走り続けられたことを、戦い続けられたことを、全てはこのチームに力を与えてくださった皆様、思いをかけてくださった皆様のおかげです。無常の世界で人は違います。同じ顔で同じもう一度シーズンを戦うことはありません。それでもザスの記者するのか、ザスの記者するまであり続けるのか、このチームに関わる全ての皆様の思いや力がクラブの信念を作り、その信念がクラブの主体、私たちを走らせ続けます。残り1試合、たとえ残念が決まったとしても、この M リーグを背負うものとして示すべき姿が残っています。この先どんなことがチームにあるのかを皆様がいれば大丈夫だと思っています。その魂を込めて残り1試合戦います。ホームで最後勝利を飾れることを非常に嬉しく思います。これからも応援よろしくお願いします。その歴史の中に自分たちが立てていることを本当に誇りに思います。もちろん思うようなシーズンではありませんでした。当初掲げた目標を達成できず、本来であれば
上を目指せるだけの力と支援があるにもかかわらず、この順位までギリギリの戦いをしてしまったこと、悔しく申し訳なく思います。それでもこうして次の舞台を残せたこと、コロナが終わって皆様の声が聞けるようになったこと、すべてが私たちの方に転がり、流れを作り、走り続けることができました。個人的な話にはなりますが、ふと届く手紙や SNS のメッセージは、本当に苦しい時、迷っている時、意識がちょっとこうチームから離れそうな時、ギュッと俺をチームにつなぎ止めてくれました。多分それは俺だけじゃないと思います。ここにいる全員がそう思ってます。でも言い切れない感謝を胸に、残り1試合全力で戦って、腐るつぶしを歌い、そして2022シーズンを笑って終われるように、残りの時間も全力で過ごしていきたいと思います。今シーズン本当にありがとうございました。あと1試合頑張ります。Thank you.